あなたの十欲五を清掃極める修行の旅は、ヤワラさんにも原因が。ジョディ、そこよ。むーやった。一体何があったんだ、あなたとヤワラさんの間に。ワールドカップ柔道ソウル大会女子無差別級準決勝第2試合、カナダのロックウェル、ソビエトのテレシコワから有効を取り、断然勢いづいてきました。準決勝第1試合でベルギーのベルッケンスを破り、すでに決勝進出を決めた日本の猪熊やわらと世界一の座をかけて対戦するのは、ロックウェルかテレシコワか。この二人は昨年カナダで対戦しており、その時はロックウェルが膝の靭帯を痛め、テレシコワが勝っていますが、解説の山下さん、どうでしょう、ロックウェルの左膝は完全に復調したと見ていいでしょうか。驚くべき回復力ですね。それより気になるのはテレシコワの動きですね、ジゴロ先生。まだいたのかこの人は。何やら中途半端じゃな、あの角刈り姉ちゃん。その通りです。テレシコワの決め技は投げです。しかし今日はまだ一度も投げ技を見せていない。前の試合も寝技で勝ち、この試合も今のところ足技ばかりです。なあ、あれは10年前のことだ。私は山下君との勝負に敗れ、柔道の厳しさを再認識した。あの頃私は柔欲五を制すの極意にあと一歩のところまで来たとうぬぼれていた。しかし山下君に敗れ、おごり高ぶっていた自分を恥じた。そして私の柔道に何が足りないか知った。え、天性の素質だよ。そしてあんな近くに天性の素質を持った人間がいたことにも気づかずにいた。信じられんかもしれん、親が子供をあやしていた時、誤ってけつまずいたと思うかもしれん。しかしあの時、あの子は確かに投げた。確かに私は投げられたのだ。たった5歳の娘に。聞いたことがあります、その話。以前ヤワラさんに悲しそうに話してたっけ。でもそれが原因でお父さんがいなくなったって聞いたら、もっと悲しむだろうな。いや、ヤワラに投げられたことがショックだったのではない。本当の才能というものを目の前にして、私は感動したのだよ。音楽家のモーツァルトは5歳にして世間を瞠目させるような協奏曲を作曲し、6歳の演奏旅行ですでに天才の名を欲しいままにしたという。そういう天才が成し遂げる偉業に凡人が追いつくには、天才の100倍いや1000倍万倍の修行が必要なのだ。そしてあなたは修行の旅に。
しかしその極意を極めるためにはあとどのくらいかかるんです？わからん。しかし修行によってほぼ完成に近づきつつある人間もいる。そうだ、手紙を。やわらあの手紙を見ただろうか。手紙？あの手紙で何をやわらさんに伝えようとしたんですか？いかにやわらといえど気を抜けばあの相手には決勝でやられる。それはテレシコはロックウェル。テレシコは相変わらず投げ技は使いませんね。おや、テレシコアの速攻に気をつかれ呆然とした格好でしたが気を直して立ち上がりました。さあ試合再開です。残り時間1分。ロックウェルが有効1つポイントリード。始め。テレシコア後半撃ロアフター。有効有効だ。テレシコアの小内刈りが有効。これでポイントは並び、勝負は全く分からなくなりました。もうジョディ、ジョディ、ジョディ、あなた、始め。戦う約束だ。
無差別級準決勝第2試合、残り1分を過ぎたあたりからテレシコワの足技が決まりだしました。体のロックウェルのポイントが有効効果1つずつ、ソビエトのテレシコワこれで有効2つに効果1つ、ロックウェル危うし。このままではテレシコワがポイントリードで決勝進出です。あの人知ってる？ What？ ジョディは感づかれないように頑張ってるけど、テレシコワはジョディが足を痛めたのを感づいてる。やめさせなきゃ。ジョディが、ジョディが。 What you say？ヤワラさんが気を抜けばやられちまうほど強い相手ってロックウェルですか、テレシコワですか？そうだ、手紙なんかじゃなく小次郎さん、あなたが直接ヤワラさんにアドバイスしてあげれば。今は会えん。なぜです？あなたの娘が必死になって世界の強豪と戦っているんですよ。この後に及んで自分の修行のために姿を現せないなんて自分勝手なこと言わせませんからね。あの子は、ヤワラはなぜソウルに来た？ね、私にソウルで会えると思ってきた。そうではないかな。あの子が今柔道をやっているのは、私との最後の絆が柔道だと思っているからではないかね。あの子は柔道を嫌っている。本当ならワールドカップに出たりするはずもなかった。まるで近くで見守ってたみたいに言いますね。近くで、そう、何度も近くに現れては見た。しかし、ヤワラは柔道には全く関心を示していなかった。むしろ遠ざけていた。増田君、君のおかげだ。よくぞここまでヤワラを導いてくれた。感謝している。いや、僕なんか、ただヤワラさんを追いかけ回しているだけで。そこの二人が喧嘩してるっていうのは。では増田君。ね、ちょっと待ってください。ヤワラさんにアドバイスを。手紙を見せろ。あれを見せればヤワラには分かる。これからもヤワラのことよろしく頼むぞ、増田君。被害者は君か？怪我はないか？いや、あの、そうじゃなくて、その、小次郎さん！おうんだ、逃がしな！小次郎さん。あちゃあちゃあ！そうだ、手紙を、ヤワラさんに見せなきゃ！あっ！怪我をしてるんじゃないか？救急車を呼ぶか？話してくれ、俺は行かなきゃならないんだ。調子を取るから、とりあえず警備本部まで来なさい。話してくれ、ヤワラさんに手紙を。一体どうしたんです？何があったんです？ヤワラさん、気がつかないんですか？ジョディが足を痛めてるんです。あのテレシコワって人、さっきからそこばかり責め立てて。テレシコワの足技に翻弄されています。残り時間40秒。これはもしかして足を痛めていませんか？やっと気づきを見たか。え、終盤に角刈り姉ちゃんが仕掛けた大内刈りの時、ジョデイは例の左膝をまた痛めたのじゃ。
なんと。私、負けられない。ワールドカップで戦う約束だわよね、ヤワラ。はじめ！ほらやめさせて、誰か止めて。万事休す。ロックワルが足を痛めていました。ヤワラ、約束よ。No.